どうもお疲れ様です8月4日朝6時の相場解説になります、まあ正確にはね朝6時よりも10分ほど早いんですけども今のうちにね相場解説しておこうかと思いますまず冷やしを見ていくんですけどもずっとね上昇が続いたここ数日だったんですけども、えー、昨日陰線の方に触れましたよねでここで私がね上昇に戻るかなって言ったことには2つぐらい理由がありまして 上昇相場の後、ここでサンバガラスがあって、さらに強い上昇が、ここから来ましたよね、NG を書くように、ネックラインも当然超えたわけなんですけども、この流れでもう一発こういうふうに来るのかな、NG をね、続くのかなっていうところと、あともう一つの根拠なんですけども、ほら、見たらわかると思いますけども、この陰線の形って、これでしょ、もう頭に染みついたと思いますけども、上髭下ヒゲが出ていて、実体があって、それぞれが、 3等分ずつの大きさになってるでしょ、ね、これってのはどこに行くか迷ってる状態なんですよもちろん横ばいもありえますこのまま強く下がることもありえますだからこの日足が確定するまではちょっとねわからないんですけどもこのまんまの形で確定したらもっとわかんないんですけどもねもう一回もう一日分の見なくちゃいけないませんけども日足の段階では今のところね上昇に向かう可能性全然捨てきれてないんですよむしろ下がったからこそ上がるみたいなこともねこういう時に言えるわけですよねで4時間の方見ていきます 4時間の方なんですけども、注目するべきはこの辺りですよ。上の方に行くかなと思って、高値は徐々に更新しているようにも見えます。で、安値といえば、安く更新してるっていうふうにはなかなか見えないかな。どちらかというと横ばいなんですよね。ということで、えー、っとね、ディセンディングトライアングルが逆になっている状態ですよね。広がっていく。だから上へのボラティティっていうのは十分考えられるんじゃないかなっていうところです。うん あとはね全体的にこれ右肩上がりになってますねこれね大きく見ると、うん、だから上昇はちょっとまだ捨てきれないかなというふうに思っているところですさらに1時間です1時間どちらかというとね横ばいに入っちゃったような感じですよねこういうふうにね、うん、だからねあのここで転換の予兆が出ている2つの陰線陽線がありますけどもここまで水準下がってきちゃったんで、うん、だからこっちに向かう流れっていうのは5波3になってるわけなんですよね 途中まではほら、昨日ここで仕込み時でここでブレイクが起きてっていうのをお話しましたけども今度逆に大きく下に下がってからというものをどんどんと2段階下がってきてまたここの水準戻ってきちゃったって感じですからねだから1時間に関しましてはすぐにちょっと上にも下にも動けないってとこかなと思います、まあ、というところでね、えー、6時の段階ではちょっとまだ何も言えないところなんで、えー、今日はあの21時だったかな 21時ぐらいまでは材料何もありませんのでこのままシンプルにテクニカルを続けていこうと思います、まあ、ちなみに移動平均線の話をするようでしたら移動平均線の下に行ってますので下落に、ね、転じたとも言えますこれね上昇から下落に転じたと思いますいろんな要素を組み合わせていくとじゃあ一体どっちに行くんだよってなるでしょだからそれが答えです分からないってことなんですよねこれ分からないってことが正確に見受けるのも大事ですよ こういう時に不要意にポジションを取るべきではないと思いますんでね。えー、じゃあもうちょっと様子を見ていきましょう。それではお疲れ様です。